がに邪魔やろ。はい、それでは12月1週目、12月4日中野 DRFKF98 無印大会始めます。わー、なんか寂しい。はい、まあ高知ではね、今デュエル地方大会四国版が行われておりますけれども、ここ中野でも、キングバイタフキューたち無印のシングル戦をやっていきたいと思います。前回まあ好評だったかよくわかんないんですけど、とりあえず今回もブロック戦を用いてみましたので、5人のブロックが2つと4人のブロックが1つになります。5人のブロック2つは2位通過まで可能で、4人のブロックは1位通過のみとなっておりますのでご了承ください。ではまず A ブロックのプレイヤーもう一度読み上げます。嫁アットテンが10円育ち、チョビカッコカリ100円育ち、柳さんですね。では第1試合、嫁アットテンガさんと10円育ちさん、じゃんけんしてください。書くもんないのこれ。 1B 側がどっち、10円育ち、2B 側が、ありがとうございます、嫁アットテンガですね。まあ嫁プレイヤーさんも長いですけど、嫁アットテンガってなってくるとちょっと意味合いが変わってくるんじゃないかなという気がするんですけれども、今回初めてご参加の方もいらっしゃると思うので、ルールだけ説明しておきますと、シングル戦になりまして、じゃんけんで決めるのは 1P、2P のみとなっております。基本的に機体に負担のかからないバグであれば何をやっても大丈夫となっておりますので、まあ自分でやりたいことをやってください。わー、機嫌悪いな。で、ブロック以外の選手は全然の字でやってもらって問題ないんでね。では第1試合、強対強。そう見えへん。レッド空振り、ジャンディ B 投げ外す、ジャンディしゃがみ D 毒ガミ鬼焼きで暴れ潰し、 B 奈落75式鬼焼き暴れ、たまらず暴れ、ジャン B 禁止、75式届かない、しゃがみガードされてると2段目届かないみたいなのよくありますね。レッド空振り、これしゃがみ D で空振らしたが、毒ガミから無理やり押し込んでいく、しゃがみ D、レッドジャンビーシャガシー、ボディ大軍になって、レッドダイ、おお、ガード間に合いそうでしたか、エンディ。さあお互い同キャラでよくまあやり合ってる2人ということもあって、結構身内読みみたいなものも入ってるんでしょうかね。ジャンプ D、 最後レッド無理やりやって 2P 側の嫁プレイヤーが1本目を取る。なんかこれ絶対マイク短いな、守やったっけ。さあ時報のイオリだが、エンディ、まあ、やっぱ8割ぐらいは残して同キャラ持っていかないとかなり厳しくなる。さあ DA 対空から無式禁止暴れて無視、 PD 毒髪ダッシュ禁止。さあ嫁プレイヤーが止まらないのか、それとも10円プラスがここから裏クリス1体ですが巻き返せるのか。ちょっと怖い距離、上組みから右流勝ち、ジャンシーめくりガードして BA 前へ獅子を噛む、木を組む、投げ筋シャミディボディレッドワイ、あー BA 前より出ない、これ前へ技名知ってるで、無用の斧やったと思う。違うクリス裏クリス出し、やんだらいい、エシフライディング体育に、あーごめんなさい、ガーキャン投げ、 T がまとわる、あーしかし太陽いる炎が出て、下が A から青いマナジャンピー DA 前へ、これ冷静にガード、マヒビー対空になってる、ジャンシー DA 前、おーっと鏡を振る炎、さあ巻き返してまいりました10円子たち。1試合目からフルセット、裏クリス同キャラ、ジャンシー D にガーギャン、ゲージ1本、ちょっと高いか、シガター D 体育、フォアスライディングのところにカウンター、嫁プレイヤーが乗っかって投げる、見えない、 BA 前へおろつなぎ、一気にフラガードして、ジャンシー D ガーギャン、フライディング P、 ジャンシー BA 前へおろつなぎ、さあどっちが勝ったか俺見てなかったんで、嫁プレイヤーですね、1本目取ったのが、こう来てこう、これでは次チョビカッコカリファンと100円育ちさん、
待てよ、よし、最初はグー、じゃんけんポン、あいこでポン、あいこでポン、あいこでポン、ワンピー、ワンピー側が、100円フラチコとジャー、ツーピー側がチョビカッコカリとことラッシーですね。さあ、ワンピー側が、じゃあツーピー側がラッシーということで、ジャーさんは今日キムを使うと言うてましたからね。僕が技名覚えたって言ったら、じゃあキム使うわって言ってましたけど、残り時間がないですけれども、あー、キムなどいない。大門ちょいマチュアがジャーで、プビがラッシーさんがロバートマチュアぐらいしろ、これは珍しいですね。さあキャラ合わせ、まあジャーさんはちょいをロバートに当てたいのかな。あとはラッシーさんがゲージない状態ならマチュア大門歓迎ですよと先に決める。おっと大門ロバート、一番ダイモンはいけるんやと一人で言ってたジャーファンですが、それを体現してくれるのか。ジャンディー禁止、天地返し、地雷バグまで入れば入らない。あーひどい、さすがにもう食らえない。連武脚前、おーっと禁止前、前ね、技名の感じが読めなかったんですよ。ジャンディー前走り込む、これうまい。連武脚前ビン、龍が1ヒットだけど十分。あーひどい武将、とりあえず払っときましたよと、とりあえず払いに波動を B 仕込んどきゃなんとかなるでしょうっていうような感じでしたね。今のは大車通るんで前にお願いします。えいえエゴニー、あーでもジャーファンゲージがないですね。まあ自分がマチュアを使うので、マチュアがバレたら嫌なこと知ってるでしょうが、これはラッシーが、おっとファンの目出ない、ファンのしない。今のにうまい上りジャンディーガードしてから立ちへパしていく。しゃがみへアドライファードット、ダッシュしてしゃがみし、おそらく何か仕込んで手振りもできるようにしてたんですよね。そしてマチュア大ちょい、これはエボニーにどうするんですか。走り込むマチュア、エボニーガード、さあウキウキで吹き合わない、大車通るんで前にお願いします。ウキ吹き合わない、うまいらしい。あーここで初めてダメージ食らう。そうですね、やっぱガードしてもあんまり有利ではないので吹き合わないっていうのが一番いいのかな。エボニーで対空、ここでエボニー打ってガーギャン面で待ってましたの NC、あれ禁止からデフローしたかった。ウキをエボニーで落としてガーギャン弁天、ウキウキウキ、ジャンシー上り、ジャンシー衝撃、さあ画面端ジャーがうまく攻めていきたいところだが、おっとここでダッシュ1段目で止めれば反撃受けないと、止めていくがしゃがえしゃがえ、エンビー前にダッシーからのウキがしたい、投げて DBA、 おっとこれはあれ多分しゃがみに溜めてたんで、走って何かやろうとしたらウキが暴発するんじゃないか。あー通常投げ、でもちょいがカップ、時間見てゲージ温存か。さあちょい対裏後ろ、これはねかなりジャーさんが楽になったんじゃないでしょうか。ウキウキウキ逃げる、さあジャイン、そして BA しゃがし、一連の動き暴れてるし、ダッシュからのジブ大地投げる、おっと優しい、バー対正面、大門対裏後ろ、はいごめんなさい、拍手はあそこ先方で出てバンクだ。あーしゃがしカウンターヒットでデプロー当たる、これはまずはきっついた。さあライフは4割取られて、これね弁天したいんですけど、間違いなく NA が待ってるんですよね。エボニー引っかかる、あーっと当たれない、ビリビリ、まあ、これ34秒でゲージが2本ということを考えると、ジャガーとしてはガーガン引っ飛ばしもあるんで逃げ切れるんじゃないか。ガボガボ近づきたい、ビリーシャガエーデプロ、ライフは風前の灯火、エボニーエボニーダッシュダチエード、さあお見事、勝利をしたのは100円子たちが
じゃあ柳さんと嫁アット天下さん、柳さん、はい、じゃんけんやってください。最初はグー、じゃんけんポンポン、スーピー側、ワンピー側が柳さん、柳さん多分初めてですね、ありがとうございます。スーピー側が嫁アット天下さん。まあ今回2通過までありますからね、まだいっぱいラインの人は全然こっから弁償振ればよいです。え、まあでも別に相手が強いやからそれはしゃあない、しゃあない。俺それよりジャーさんのあの沖田さんのあれまだへこんでるから、しゃべりなんか練習じゃない。さあ、ワンピー側が柳さんが今回8パンか。先方ロバートと、今日、ヤシロ、いいチーム。スーピー側、嫁プレイヤーは今1勝してるんで、ここ勝って弾みつけたいですね。あ、男子、シャガエ、青山、まず、あれ見えてる、シャガシ、遊撃剣。ジャニー、シャガエ、シャガエ、遊撃剣、これはいい。マキシガードして、と暴れてしまう。シャガシ、大工、ガガン。うっそー、マキシできる前にしゃがびしゃがび、原始風格。さあ柳さんは先ほどね大会に遅れて参加して、まあ初めて見た方が何者こいつみたいな感じでしたけど、見事な動きで1本目を取る。ジャンディ原始竜撃剣、これが置いていた。いいね、石地雷神はしゃがんでる。原始前、おーっとピンシーにファマ差し込む。ジャンビー空対空、今シーンを空振りを見てから前へしたとすると相当怖い。ビービーガーキャンゲージを化した。最後は相打ち、とはいえロバートゲージを1本貯めてライブ6割削りましたよ。これは仕事しすぎでしょう。そして2番手今日 BBB、 明らかにゲームをやってる、98をやってる動きですね。シャガエ奈落でまとりついていきたい。ガーキャンして、しかし嫁プレイヤーダイモン大事に使っていきたい。逃げてる、顔よいしょ、キンエボディ顔、さあ端まで追い込めばダイモン大幅より、顔ダッシュから顔、絶対負傷。ネプリア打ちになって投げる。さあ柳さんがまだ裏やしろを隠したまま、有利と、一般的には有利と言われている裏クリフ対強。ジャンシディガーキャンベンテン、あ、ガーキャンとコロテンですね、ネプミジャンディ、ジャンシディカウンターヒット D、B、A、歩いて投げる、めぐりもか、対応。しかし、ジャンディ打点が高いか。ジャンディ、シャガ A、前ビ、おーっと、ガーキャンをガードして、ガーキャンじゃないですね、ダッシュ D ですね、あれは。しかし、ネプミ、ここにガーキャン D、A、ガーキャン、レッドは空振り、魔法が低い。ネプミ出る前に投げて、このままで削る。さあ嫁プレイヤーもライフ9割強ある状態で、大将の裏やしろとの対決。これは柳さんが勝つと嫁さんも安心圏内ではなくなります。裏やしろが投げた、ジャンシリ DD から獅子を噛む、獅子を噛む、走り込んで発動、あー BA までぐるぐる回したっぽい。シャカシンプラジャンビーで飛び込む、逃げジャンディー、ゲージがない、裏後ろ投げて、炎前エビー中断、勝負強かった。さあ勝利をしたのは嫁プレイヤー。では続きまして10円フォダチさんとチョビカッコカリさん、どっちでもいいっすよってことで、ワンピー側に10円プラス、プーピー側にラッシー。ではリセットが入りまして、
98を選ぶ。今日ってなんかイベントあるんですか。ゲーセン自体に人が少ない気がする。それが原因。さあ 1B 側10円差たちはイオリウラクリスまでを選択。ラッシーさんはどうするの。浦屋城今日マリーと屋城、屋城じゃん。うわ俺マリーやこれ。さあ降りたい今日先鋒戦ジャンビーやめない。こう走って後ろに飛んでクジガード、それからして裏強ラッシーか。裏強ですね。キンディーガードジャンビーこんにゃき歩いて、お互い歩いて投げこする。やめない。下ミディやめない。ジャンプで越えて闇払い、シャーシー闇払い、これが強いんですよね。裏強はシャーシー闇払いが強い。しゃがみ切り対空で落としたときに闇払いが早々でこう着地した相手にかかるような感じでね、闇払いが襲ってくるので、おーっと飛ばせて落とすをしゃがみ切りで実行。10円差だし投げるジャンビー、シーらしいかね。ガードして CC 闇払い、残り時間が9秒。 CC ガーギャン闇払い飛び越えて BC コフ B ダッシュ闇払い、おにやきで最後ダメージに取るもガーキャンしておにやきと10円プラチが1本目を取る。ジャンビー早い展開、お互い飛ぶ。やめろやめろ、いいガフ C 前まで入れ込んでB ガード食べる。ジャンビージャンシー乗っかってシャラ A。 さあもう一回乗っかりたいか。ジャンシー D 急タイク急に落ちからのワンコンボは痛い。引き合わない弁天 C にガーゲ、今のはガードマニアフな感じでしたか。ジャンピー C 歩いて C A B、 ライブはわずか。ジャック攻撃一発 D、 今投げ込む D、 走って C、 エンディジャンピー。さあラッシーさんとりあえずライフが3割ほどですが、イオリは止めた。しかしクリフゲージが1本、ヤシロ側が間もなく3本。ジャンシー D ガードして BA 前 B、叩く C 前入れ込んで、これはムゼブ第一が2ラグ第一打ってしまうと獅子で割り込まれますからね。無理と分かっていてもやるしかない。めくって BA 前から獅子を噛む。獅子を踏む炎まで入れてリーチをかける。ジェネンパたち見てごらん。そして裏クリックオーケラ、しかしゲージはラッシーファンの方が持っている。投げ外しダッシーが漏れる。 BA 前炎、オロチナギがミスるとああいうことになってしまいます。そのためにオロチナギコマンドを AD ボタンで入力すればですね、なんかオロチナギミスっても獅子岡村が出るっていうような話は、ただなんかこれやるとちょい押しになることがあるらしくて、完全につながるタイミングで出してるはずなのでオロチナギがつながんないっていうことにもなるので、まあ、本当にできるんならちょっとオロチナギを入れるのが正解でしょうね。対戦相手側としては、まあ、今みたいに炎が間違って出た場合はダッシュを入れ込んでおけばフルコンボが入ります。勝利をしたのは10円子たち。ではジャーファンと柳さん、ジャンケンをしてください。バイバイショアグジャンケンポンだけですね。 1P 側 1P 側が柳さん、 2P 側が100円育ち、100円育ち。いやでも ないからね、そう都合よく50円のゲーセンも。ワンピー側が先ほどかなり接戦を演じたはずさんかながらに強豪の香りがプンプン。柳さん今日ロバート浦屋城。さあジャーファンは何を取るの。ダイモンチョイマチュア
番は当てたいところ。ロバートに対してはしっかりちょい、まあ、柳さんがネタを知らないままやるとちょっとジャーさんがにやりとする場面がありますね。まあ、試合前なのでまだ言えませんが、ウキウキ西固めてウキジャンプシーでめくりに行くも、まあ、ロバートはまず走っていくことを選択。ウキはジャンプシード落としてガード、龍撃剣出る前にウキが当たる。おっと龍が、これはいい判断。さあ禁止禁止入れ込んで連無客当たってくださいと、シャガシー前日一瞬待ってジャンシー一生懸命シャガシー龍が空振り演技逃げジャンプ D がカウンター、これはいい走りかしてしゃがみで金 D 投げる。連無客は待ってました、やっぱちょっと知らなかったっぽいですね。しゃがみ状態のチョイはロバートに、連無客食らうと4段目かかるんで砲客を食らってしまいます。ジャーさんこれがやりたかっただけですよね。ウキジャンプ、あーシャンプですね。ウキウキウキ逃げる、ダッシュ D エンディーからぶり、ウキウキ。さあ今のワンプレイでちょっとジャーさんはかなり気分を良くしたでしょうが、ちょいに調子に乗らせてはいけないと無部大地を当てていく。ジャンシー C あれ投げからぶってればね、ジャンシー含めてちゃんと当たってればもうここに入りました。 C マイビーこの方法局っていうのは珍しい。ウキジャンシー B B エンディー走り込む、 C マイビーはガード、ジャン A 一瞬待ってのバイソクアバレプルシっぽくなってる砲撃入れ込み、これは危険でしたと無部大地。そしてマチュア、まあ、しかし安田マチュアは相当悶絶っていうのはね、ラッシー、ジャーフェンにて証明されました。押し込み石 B 前は当たらない、エボニーエボニー前 B を置いてる、エボニーエボニー、さあ半ば作業とも言えるこのエボニー、おっとメタルマサが渡らない、 AA ファイポクではない、前 A ディレイバン中段になって暴れ込むし、ジャーシー B ガーキャンして、ジャーは一回今ゆとりを作るためにもエボニングモードに入ってきました。エンケンジャンプ D と B を掛けて最後は CD、 そして筐体マッチは今日のゲージが2本、シャムシー大工シャガ A でプロファンダン、そしてオプロジャンプ D 対空カウンター、ジャンプ D もカウンター、 DA おー怖い、シャガミ D 対空怖い、ガーキャンしてこの距離からエボニー打ち始める、ガードボディ、そうですね、打撃防御のついている荒波であれば BAA、 逃げジャンプ CD やったかったが並びに巻き込まれる、演技高いジャンプだ、ミネズミカルビー、ジャーさんなんでこのジャンプ処理しか狙ってないの、走る、わーしゃがみしいこんな気はする、エンビエンビ無情カウンターだが電池空振りのため1回でジェム、おっと出すか、地獄をくらぼうとしまった、地獄をくらぼうと、走りこれはひどい、これってカウンターじゃないかよ、やろう出力しないでしょ。勝ったのは初見育ち、怪しいっすね、 2P 側です。じゃあ次の選手を呼んでおきましょう。嫁アットテンガーさんとラッシーさん行きましょう。久々にメンテ実況しようかな、カメラが直すところの実況をね、
ジャーマン C だけでいいの、全部怪しいよ。どうなってあれ、部品の名前がわからんから何も実況できない。コードを抜いてしか言えない。さあ乱入をしてボタン確認。負け合いさん、前回も、前回というかだいぶ前に大会中にね、奇跡の怪我手術を行いましたけれども、今回は大丈夫なんでしょうか。C、D、とりあえず全部出ますね。大丈夫じゃないですか、おそらく。同情してもらっていいですか、前転とか。あ、CD も出てる。前転も出てる。大丈夫でしょう、おそらく。では、試合続行しましょう。どっちか、あ、リセットでいいんですね。1P 側がラッシーさんの、2P 側が嫁プレイヤー。嫁プレイヤーさん、これ勝てば、3勝目になるんで、相当大きいですね。と、プレッシャーをかけてみる。ラッシーさん、逆にこっから2立て、2勝して、上位陣がこけまくればあり得る。よりダイモン、嫁プレイヤーは今日よりダイオン。今日同キャラ多いですね。割とこの A ブロックが今日よりダイモンプレイヤーが多い。先方戦兄弟今日ラッシー、ジャンシーディーが当たって B 歩いて投げる。先制してるのはラッシー。この手で保つ。レッドがボディの上から当たる。しゃがえしゃがえ、75式も見かけたレッド。ジャンディ禁止。レッドは空振りをさしてボディ奈落、奈落でまとわりたい。投げて EC75式、赤髪ガギャン投げる。このプレイヤーのライフがわずかリード。 BM 式これで入れ替わる。ボディ三段ガード、ジャンディしゃがみ、ボディ空振り、ボディガード厳しい。レッドが当たらない。最後は荒神バーキャンをして、1本目を取るのはラッシー。さあ筐体より、しかし今日のゲージもベローになりましたので、嫁プレイヤーとしてはアスパリよりで倒してしまいたいところ。1本溜まる話が変わる。ジャンビー、ジャンビー、しゃがみ、闇払いガード、そして荒神空振り。ここでゲージが1本溜まって、しゃがみにレッド、ジャニー、BA、ダキャン、溜まったゲージを使っていくらしい。まだいけると判断、投げて、追いかける、あー、今の追いかけないはよかった、鬼焼き、おっと、反撃が甘い、これは、しかし鬼焼き、ザク鬼焼きが大好きだ、みんな。そしてよりどけら、ビビ、ジャンビー、鬼焼き、いっと。クマキシ、これはガード5、おっと、はまれてしまったので3段目が取る。 D、エネギー、ジャンシーにガーキャンをして走り込んで、ここでジャコーニギー、こっちもジャコーニギーじゃない。ジャンシー、D、ダッシュ、BA、闇払い、おっと、こっちだけ、BA 前に、あ、うまそしてカフェの空振りにワンコンボ。さあ、嫁プレイヤー、おっと、うまい。しかし、これは空中くらいのため、青い花入れ込んで空振ったところに刺激入れてリーチをかける嫁プレイヤー。ジャシーにはガード、ダッシュ、ペンチ、おっとちゃんとできてる地雷バグ。以上、空振ったところにエンシーからの合間、ダッシュ曲がめくらえません。ジャシーどうした、エンディン、ピンシー、おー、うまい。ジャシーに大逆で勝って、ジャンディ速い、いい当てて、ダイモンドーキャラ大将戦。ダッシュの当たっておきたい。ダッシュエビシャービーで見て差し合って、カット、4プレイヤープレッシャーをかける。ジャンディ、ジャンディ、エビ、エビ、エンシーヒット、エビ、ダッシュエビ、エンディ、これは地雷から見たところに天地、まだ分かんない、ちょっと怪しい距離。
あれ下手したらマックスマンチョークが経営したから西暴れでガガン頭上あーっとちひどい。勝利をしたのはチョビ。